皆さんこんにちは、マックスプレイです。ミックスです。本日私はですね、アップバンクのジャパンツアー T シャツを着ております。あ、これ非売品なんですか？いや、ね、会場現地で、色分けして売られてます。今週金曜日3月25日福島でございます。どうぞ皆様お越しくださいませ。よろしくお願いします。チケットの購入リンクとか入れておきます。お待ちしております。で、ファイナルファンタジーコラボ2でございます。あ、こちらのパーティーで挑みます。あれユーナパであれ1枚抜き、こちら今回究極しました。ユーナしましたね。なんと4属性、回復込みで攻撃力が4倍、4倍、6コンボ 1.5倍、6コンボで6倍ですね。要するに、はい、4色プラス6コンボで6倍、7コンボで8倍。いや強い強い。で、実はこれ、この動画テイク2なんですけれども、先ほどここでもう1キャラ入れて挑んだところですね、あまりにもユーナが強すぎて、もうミックス曰く、召喚士になれました、かっこ物理、もうただただ殴るだけの動画になってしまった。殴るだけの動画でしたね。そんなわけでちょっと1枚抜きで挑んでみたいと思います。ユーナに対して何かコメントございますか？いや、でももうあれですよね、私のことをこれ以上弱いって言う。挑戦。まあ、やっぱりその究極前はそのリーダーでの運用ってなかなかその倍率的には難しかったんで、サブ運用が主だったんですけど、もう完全にこのリーダーとしてもう活躍ですね。立派になっちゃったよね、そういう意味で言うと。で、今の落ち込んでて、あー普通にミニバル100万でいきます。すげー。しかも4属性でいいんで、割と意識しなくても色揃っちゃうんですよね。欠損はないと言っても過言ではないですね。ほぼないですね。あの盤面始まって、テレレで始まった時の欠損が多分90何パーセントですね。あの欠損しない率が。攻撃体勢低い。逆にどういうパターンで欠損するのか教えてほしいぐらいだな。レジットと同じなんで、確か欠損しないんだっけな。欠損しない感じあるよね。はい。うまい。最後のこれ、最後のこれうまかった。盤面だけでコンボが7で、うわ、やっぱりね、光の4つ消し1個入れればミニバルが100万出しちゃうという世界。これやっぱ光はやっぱサブに入れたいんで、僕結構光ユーナに入れると回復タイプ寄りになるんで、例えば孫権とか。通常であればこちらバトル3なんでもないです。はい、孫権の2個目。ああ、孫権かなり相性いいと思います、色的にも。保管してくれますよね。はい、行きます。あとエンハンスと遅延を両方になっているんで、さっきから落ち込んで必ず64倍出てる。あ、え、杖入れずにコンカレット。はい、彼がちょっと怖いので私召喚士になれました。発動、参ります。お、あ、整地。はい、整地しました。いきまーすよ。整地下手だな。このもんすか。いきまーす。整地下手だわ。もうちょっとうまくやりたかった。まあいいや。さあ、これで7コンボでしょ。まあ抜いたでしょうね。おお、まだだ。でも本当さ、究極進化前でさ、さっきも言ってたけどさ、リーダーとして使われることってきっと実質なかったと言っても、そうですね。ね、いいキャラですよね。めっちゃ救急車。そんなキャラがですよ。あ、ずれてた。おお、
落ち込んだらしい。ちょっとすいません、救急車の音でちょっと精神を乱せました。あ、ちょっと残った。うん、ガンガン行こう。行きます。5、6、7、盤面7コンボっていうのは、はい、大体組めるもんなんですか。そのパズル力の問題ではなくて、ドロップのそのなんか雰囲気とか。7はまあいけると思いますね。6になることたまにありますけど、まあ7以上組めると思います。あー、 BGM かっこいい。これも8とかね、7とか。8だと6個ですか。1枚抜き何のそのでここまで来ちゃいました。いきまーす、はい、やば、あかん。あれこれまさか、まあ光がないんだよ、ね、いや違います。やめて、え、危な、大丈夫。今微妙に闇の43だったんですよ。彼がいい仕事してくれました、ね、あのロキさんが。ただちょっと死にかけましたね。いきまーす、はい、8コンボいきました。マジ8コンボいく自信ちょっとないわ。ただ3、4、5、6、7、4つ消ししちゃうとね、やっぱり優しい、ミックス優しい。盤面でくれなかった。うわ、だいたいあの FF 系の RPG っていうのは永遠を欲しがりますよね、うん、こうミニバルの方がいいかもしれないですね。いきます、攻撃体勢来たり、ルーンエンハンスの前にこっち、私召喚師になりました。出ました、ルーンエンハンス闇光。召喚師さんフェイストまでついてらっしゃる。いや、そうなんですよ、優秀。あと Q ターンなんで、まあ、あの普通に 何か継承させても全然いいですね。超優秀だね。いきまーす、見えました、整いました。参る、あー、これは間に合わんかった、数秒間に合わんかった、やめて。まあまあ2ターンエンハなんでね、うん、まだまだ助かる、まあ、ここを 3,4 組めるんで、まあ、私の今やりたいことはなんとなくカーリーですか。いや違います、さっきのパズル。あ、さっきのパズル分かります。あと2コンボぐらいいけたら感じ。すいません、間に合わなかったんです。闇を持つかな。あ、でもこれちょっとでもコンボ数的に微妙ですね。倍率が出るか出ないか。倍率は出るんですけど、最大倍率繋がっちゃうと。そうですね、光がちょうど43あるんで、まあ、このまま行きたいですよ、ね、行きたいっちゃ行きたいね。行きたいだっちゃ、行きたいだっちゃはラムちゃんだね。ただそうですね、回復か闇のどっちか組まないと4色にならないんで、うん、水火光を組むとして、ちょっとパズル非常に組みにくいんで、カーリー使っちゃっていいですか。全然いいです。五色の秘術からの私召喚師になりました。2、はい、参ります、いくぞ、ここからいきます。はい、いいですね。7コンボ8、9、完璧いったでしょう。いや、すごい、文句なし、ありがとうございます、ありがとうございます。本当にユーナ強くなったね。もう強い、しかもユーナが操作時間延長2本持ってて、封印2つですね。封印2つでスキルブースト1つ、はい、5個の覚醒スキル、無駄がない。ユーナ22でしょ。だからサブ結構自由なんですよ。本当だね、超自由なんですよ。何でもいいっていうぐらい、ね、で、あとはあのバインド対策とかそういうのしてもらうだけでも。そうだ、
バインド対策か貫通かエンハあたり、はい、なんでやっぱリーダーモンスターがその封印体制いっぱい持ってるとパーティー結構自由に組めますよね。ベジットだともう中に封印って入れないと、あそうだね、結構きつかったんですけど、ベジットの時のサブだけで封印 100% だいぶしんどいよねだいぶきついですそれ考えるとユーナのその多色リーダーとしての才能やばいです。だそれで言うとカイトも封印2個じゃないですか。そうだね、超組みやすいですよね。超楽、自由度すっげー高い。いやそんなわけでちょっとユーナを絶賛するような動画になりましたが、はい、ユーナは本当に強いです。ただ毎回毎回7コンボっていうのがちょっと大変かも、そこだけ辛いかもしれませんが、皆さんもぜひともユーナご利用くださいませ、はい、本日以上です。さよなら。